今回も始まりました猫でボバンチ。私猫ビジョンの北谷美重と、ボバンチ雑貨研究所大塚千尋でお送りします。はい、はい、ま、先週に引き続きまして、はい、はい、例のだるまのロボットの名前を選考しますっていう、はい、はい、今日は最終選考で、この1週間、うん、2人でもうギスギスした競技を、うん、重ね、うん、あれがいいんだこれがいいんだ言い持って、うん、俺はもうこれじゃなきゃ嫌だ、そうだ、 お互い引かないぞ、うん、一歩も引かないぞ、一歩も譲らず、はい、肘を使った殴り合いとかも、そういうのはしてないですけども、うん、まあ、そういうのも含め、はい、じゃあまあということで、はい、最終選考に残ったものでは、うん、ですね、Y さんのダルバンチ、僕が結構このはい、僕が結構このダルバンチ推しなんで、推しですね、うん、もうアクロバンチアクロバンチすごい好きだっていう、あのロボットがもうたまらなく好きだってい いうか、ね、そもそもアクロバンチ番組見てないから中身どんなか知らないですけどね。ロボットしてあるでしょ。ロボットはなんとなくあのこういうそういう感じ、あのなんていうんですか、女王様がつけてるマスクあるじゃないですか。あの SM の女王様がつけてる、まあ、黒いあれ黒でしたよね。黒のギュッとした敵が、あの三本足の真ん中からドーンとこう来てるような。いや、敵とか知らんから。敵知らないですか。そうそう。なんか見てて、番組自体を見てる。こういうやつです、こういうやつ。そうなんだ。多分こう、これ、足か、これ。もう、これが。それもう広げない。ダルバンチ、うん、アクロバンチと、ちょっとこう、兄弟みたいな感じの。違う。全然そこになんか乗っかっていかなくていいけど、ダルバンチっていう言葉の響きがかっこいいなっていう。かっこいいですね。うん、ダルバンチ。続きまして。はい、僕がちょっとこう押してるのが、ボバルマ。S さんのボバルマ。ボバルマか。ほうほうほう。なんかこううまくこう、ボバンチが。うん。と、早く言うたらダルマって言うたかのように聞こえる感じじゃないですか。うん、ボバルマ。うん、そうか。いや、まあいいや。まあまあ、でもこれうまいこと、はい、ダルマとボバンチのニュアンスが入ってるかなと思いますね、うん。はい。確かに。はい。あとは。あとは。ダルマ人。ああ、ダルマ人ね。はいはいはい。はい、巨大ロボ感ありますもんね、うん。巨大ロボ感ありますね。うん。バンバクさんのも一つ言いますか。僕は、バンバクさんが言ってはった中ではですね、はい、あの、ダルマロイドかな。はい。これを押してはりましたね。ダルマロイドは。ああ。だからイメージがね、付き合う、あの、まあ、ダルマの、これ、ロボ的な感じのね、はい、ドロイドなのか、うん。うん。それはでも、ダルマロイドは、わかりやすくてかっこいいな。ドロイドは、何オイドなんですか、あれは、ドールオイドですか、ドールあ、そういうことなんですかね。いや、うん、なんかわかんないですよ。僕も今、ふと思っただけなんで。なんかちょっとダルマロイド。うん。どうですか、これ最終決定を今日はしなければならないんですよ。いや、これ難しいね。難しいですね、うん。ダルバンチ、ボバルマ、ダルマロイド、ダルマ人。この中から、じゃあ、選びたいと思いますが。うん、なんかあの、どうですか？なんか。あの、ガンダム的な感じでいきますか？ん？ガンダム的な感じ？例えばこう、製品名があるじゃないですか。RX78 とか。うん。うん、あの、そういう意味では、この N さんの、その、R7W8、はい。はいはいはい。ローリング7、ウェイク8。はい。これ、まあ、かっこいいと思うんですよ。で、だから要はこのロボットの、まあ、名前はまあ、なんか決めるとしても、その、はい、なんだろう、ロボットの形式番号とかで、これは残したいっていう、はい。あ、なるほどね。のはありますよね。じゃあ、これを一つ使って、品番みたいなもう、設定品番みたいなのを、うん、そう。じゃあ決めますか。うん、これ、どれでいきますか？これちょっと残したい。はい。はい。
それは、シリーズ的なもんとかいうことですか？ダルマンダーロボ R7。まあでも、ガンダムと一緒で、はい、まあガンダム、通称ガンダムで、なんだろう、あれは RX78 じゃないですか。はいはいはい、はい、そういう MS 何番とか、まあそういう、なんか裏設定じゃないけど、はい。設定的にはなんか、これは置いておきたいなっていう気が僕は、うん、じゃあ、モビルスーツとか、うん、ウォーカーマシーンとかいません。はいはい。オーラバトラーとかありません。はい。そういうのはなんか決めないんですか？ここからもらわないですか？どれか。ああ、でも確かに、そういう、なんだろう、大きいくくり。はい。モビルスーツ。だから別にあの世界観の人たちは、ガンダムを見て、はい、モビルスーツだって思うけど、ロボットだとは言わないですもんね。そう、そうでしょ？なんかそういうのどうですか？うん。あ、それはちょっと、なんかいいのがあったら、その設定欲しいですよね。どうしましょう？うん。行くとしたら、挙げてるやつは、ダルバンチ、ボバルマ、ダルマロイド、ダルマ人。どうしましょう。北田、猫さんがすごい推してるダルバンチをモビルスーツ的なものに当てましょうか。あ、ヘコちゃんブー当てないんですか。ヘコちゃんブーね、これ可愛い路線になっちゃうんですよね。だから、超人ダルイワン、ヘコちゃんブー、ダルッと、うん、この辺ですやん。うん。ダルッとはまあちょっと違うかな。なんかダルッとってロボダッチ的な、ね。ああ、なるほどね。ですね。ヘコちゃんブーもロボダッチ的ですかね。かな。ダルッともロボダッチ的かな。ロボダッチ的ですよね。うん、なるほどね。まあ、それは。今回はじゃあ、ガンダム的に話が進んでるので。うん。そっちにしましょうか。そっち行きますか。はい。はい。じゃあ、せっかくなので猫さんに。モビルスーツ的なものを決めてもらいましょうか。難しいね。猫三章ですね。猫三章。猫三章、モビルスーツ的な。はい。じゃあ、今の候補に上がってないものの方がいいかな。いや、どうなんかな。いや、上がってるやつもいいですよ。じゃあ、それやったら、で名前を決めてからそれを決めへんかったら。わかりました。名前じゃないか。最終ですよね。うん。最終、ガンダムに当たるとこですよね。そう、ガンダムに当たるところ。それ、猫さん的にはダルバンチを押してるんですよ。ダルバンチを、ね、ダルバンチ押してるから、はい、ダルバンチ押しです。今時とかちょっと昔ですけども、そのロボットにあんな面おかしいですよね。でもね、顔こんな、まあこんなやつ、ね、そのデザインがいいと思ってデザインされてる。あ、でもなんか兵器としては、兵器とかそういう戦闘ロボとしては、それがついてる意味がわからないっていう。わかんないですよね、うん、こういうとことかこうバキッと折れたりするんですよ。折れる。あ、そうかそうか。でも、なんかするわけでしょ。でも、あ、ごめんごめんごめん。でも、ガンダム買って。バキッと直したりするわけじゃないですか。いや、でもガンダム買って頭になんか角みたいなアンテナが、あれはアンテナ設定。アンテナ設定ですけど。あ、でしょ？うん、はあ。でもなんか、とりあえずなんかカッコエースつけてる感じあるし、まあ、ええか。体調期的に。じゃあ、僕、決めていいですか？これ、でも最終的にはボバンチさんが決めなあかんのでしょうね。そうか。うん。だいぶ悩んでるんですよね。ね、まだ悩んでんだ。だいぶ悩んでるんですけども、じゃあ、うん、だいぶ悩むな。ボバルマでいきますか。あ、じゃあもう最終決定はボバルマなんだ。ボバルマ。ガンダムに当たるとこはボバルマ。言いにくいですか？ボバルマ。ボバルマ言いにくくはないです。なんかね、うまいこと、ね、ダルマっぽくて、ボバンチも入ってる、なんか、うん、いい感じ、うん、なんですよね。なるほどね。あのね、かっこいいのはね、確かにブードゥーさんのこの、アメリカンなネーミングは、うん、確かにね、響いたんですけども、うん、アイアンモンクって言われて、モンク何みたいな部分もあるじゃないですか。うん。大丈夫ですか、その辺は。あんまり。いや、でももう、なんだろう。
だってガンダムでもモビルスーツって言ってるけど、はい、スーツじゃないもんね、あんなの。まあね。うん。なんでスーツなのかわかって言われたら、ちょっと、微妙じゃないですか。服じゃないよ、あれ、全然。でかいよ。そうですね。あんなでかいズボン履くっていう。ああ。話なんで。わかりました。じゃあ、ボバルマで。あ、はい。わかりました。まあもう。最終決定。最終決定、ボバルマ。ボバルマに決定しました。はい、ちょっと、考えて、考えてくださった。これ、S さん。S さん。S さん。一応、まあ S さんとしてみましょうか。うん、に、は、この二人で、猫で、ボバンチのこの二人で書いた。はい。これぐらいの。特性。特製絵皿を。絵皿を。プレゼントいたします。はい。はい。届いた時に気に入らなければ、投げ割っていただいて結構です。でもまあ、一生懸命書きますので、はい。はい、飾るなり、なんなりしていただければ幸いでございます。これくらいのお皿二人で。これから書くんですよね。書きます。はい。それもなんか書いてるところも、じゃあ、ああ、どんどん。ラジオになる。大丈夫かな、はい、俺。大丈夫、大丈夫。これ、ソウさんに妖怪の絵描いてもらった方がよくない？ソウさん。妖怪って。じゃあ、そう、いや、もう二人で決めて。わかりました、わかりました。そうしましょう。はい。はい、はい。はい。じゃあ、辞典というか、ね、猫ビジョン賞ということで。猫ビジョン賞。はい。一つ、R7。W8。これが、これはね、これはでも、僕としては、なんか、この、ね、ダルマのロボット、ボバルマの、形式番号。はい、形式番号。R7、W8。W8。これはちょっと僕、設定としては、なんか、残してほしいっていうのがあるんで。じゃこれを、ネコビジョン賞、あともう一つ、ネコビジョン賞を。ネコビジョン賞、難しい。はい、モビルスーツに当たるところです。モビルスーツに当たるところですよね。はい。だからもう、僕が、は、なんか、これ Y さんには申し訳ないんですけど、はい。ダルバンチを押してたけど、これはやっぱりどうしてもロボのその、ね、名前に当たるものになっちゃうんで。ああ、はい。だそういう意味では、はい。そのモビルスーツに当たる部分。はい。これね、僕今ちょっと悩んでるんですけど、これ、はい、V さんの、はい。ダルムボットとか、アイアンモンクが入ると、はい。なんか、第二のアイアンモンク、第三のアイアンモンクが出てくるのが、かっこいいかなっていう気がするんですよね。はい、なるほど、わかりました。じゃあ、どっちがいいですか？ダルムボットか、アイアンモンク、どっちがいいですか？これもう、名前に、うん。ダルマのニュアンスが入ってますので。あ、そうかそうかそうか。ここは、アイアンモンクにしましょうか。そうか。じゃあ、ダルマじゃない感じのデザインの敵ロボットが出てきても。はい。あ、いや、まあ、要は、鋼鉄製の。はい。モンクが何なのかって言ったら、あれやけど、なんか、そのニュアンスで、お、敵のアイアンモンクだみたいな。お、いいっすね、今の。敵の。うん。アイアンモンクだ。あ、いいっすね。僕はもうこれ、あ、これで、行きたい、かな、っていう感じ。じゃあ、そうしましょうか。アイアンフットだっていうやつですね。あ、そうかそうかそうか。アイアンフットね。ちゃいましたっけ？なんか、ダグラムって、なんか、いませんでした？アイアンフット。まあ、そう、確かに、そうなんだ。ビッグフットでしたっけ？ビッグフットじゃない。それは、なんか、なんか、あれですよ。ユーマ。ユーマ。はい。なんかいいですね。アイアンモンクだ。敵のアイアンモンクだっていう、いいですね。もう敵すでに作ってますからね。うん。うん。これはいいですよ。バリエーションを持たせるのに。じゃあ、うん、アイアンモンク R7W8。うん。ボバルマ。これ正式名称で。うん。決定ですか、うん。いいんじゃないですかね。これでも、いろんな送ってくれはって。はい。なんかそこまでなんか、ね、形式番号であったり、その、なんか、アイアン文句っていう設定であったりっていうのまで、ちょっと話が膨らんだあたりは、なんか非常に楽しかったですね。そうですね。うん、こう、結構思ってたよりたくさん送っていただいたんで、ほんまはこう皆さんに、たくさん何かこちらから、お礼ができればいいんですけども、うん、では、まあ、何ですか。
金賞を取られた、金賞お菓子ですね。採用されたボバルマ、ボバルマを考えてもらった S さんには、エザラ。エザラ。うん。それから、その設定の品番と、シリーズ名っていうんですか、うん、を、考えていただいた方には、いるのかいらないかわかんないですけども、iPhone とかのスマホの壁紙をじゃあプレゼントしましょうか。今年から、うん、プレゼントしますって言ってたやつを。やつね。はい。はい。それをじゃあ、メールで送りますので、ご連絡いたしますので。はい。N さんと、V さんいる？V さん。送ってあげたら。送った、うん、なんだこれ。なんだこれ。なんて、Fat is this 言うんですか？なんて。とりあえず、What って書いてくる。What? 何っていう。What? 外国のアメリカの方は、What?で帰る。何っていう。何っていう。これ何っていう。その後はもう無言。とりあえず送りつける。はい。まあそんな感じでこの送りますので嬉しいですね。アイアンモンク、うん、決まりました。はい、アイアンモンク。ということでじゃあブルーさんにはですね届いたら What ってそれから何も音立てなしで Why って言わせましょう。いやいやそうですね。ブートさんにいつもお世話になってる部分もあるんですけども、はい、意外とね、センスがなんか、こう、近しいところがあって。なんか、そういう、なんか、僕らの好きそうなそのロボであったりとか、そういったところに関しては、なんか通じるもんがあるっすかね。ちょっと卑怯ですね、だからね。ずるい。はい、うん。ということで。ということで、はい。はい、決まってきました。この、今回のロボットね、うん、名前、募集したんですけど、なんかこういう企画またできたら。やりたいですね。はい。また何か面白い企画を考えましょう。はい、ということで、はい、今週ここまで。ここまでです。はい、はいはい、じゃあまた次回お会いしましょう。はい、 See you next 猫でボバー。チェー。